ございます。今日はね、86を買ったとはいえ納車は11月か12月だから、それまで待てねえってことで、見てください、これ86が目の前にあるんですよ。ちょうどいい感じの、これをね、どんなもんなのかちょっとね、乗ってみようかななんて思ってます。これはエッジケースの、これフロントリップで、これカナードもエッジケースですね。これね、こういうものがついてますね。で、ホイールはアドバン RSDF です。これ RSDF っていうのは、これあれです、単造です。そしてタイヤはアドバンネオバの09ですね。サイズが255358、でかいのついてんだな。ブレーキもね、エンドレスのね、6スポットがついてますね。なかなかやるじゃねえかよ。車高もなんか異常に低いような気がするんだけど、そうでもないのかな。これかなり低いよね、これね。後ろにもエンドレスのキャリパーがおごってますね。ちくしょう、これも買ったらエンドレスつけよう。後ろもこれカナードだけ、これがこれだけエッジケースなのかな。マフラーもエッジケースマフラーがついてます。でこれも多分車外ですね。これもエッジケースなんでしょうね。このね、テールがかっこいいんだよね、86は。なかなかいいです。やっぱカタログで見るのとはえらい違いですね。本物かっこいい、こんな感じです。このね、ヘッドランプが俺好きなんだよな。これヘッドランプが、これあ、これがやっぱりスモールなんだね。ポルシェみたいに点点点点って4つこう電気がついたらさらにかっこいいんだけどね。でウインカーがこれなのか。ウインカーはこっちだ。なるほど、これで見えるのかよ、後ろのウインカーよ。これサイドウインカー、こんな感じですね。ということはこれで上向きです。要するにシングルなんだね、ヘッドランプは。こっちが上向きかと思ったら内側はウインカーでした。なるほど。エンジンルームに関してはほとんどノーマルですね。なんかこのカーボンのカバーがついてるだけで、基本的にはノーマルです。まだ綺麗だ。エッジケースの車高調がついてるんですね。じゃあちょっと乗ってみましょう。なんかこれミラーがでかいな、これ。これシートはレカロですね。
レカロがついてますね。ハリウッド俳優のジョニー・デップが自身の内装こんな感じ。まあちょっとは質感はあるかな。こんな感じですね。メーターはなんかおもちゃっぽいです。エアコンちょっと温度下げてくれよ、暑いよ。うわ、ハンドル切れねえなー。こんなハンドル切れない車、やっぱドリシャに乗り続けてるとね。うるさい、なんかピン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 。いや、ほんとハンドル切れねえや。いいじゃんこれ。点ぐらいまではちょっとトルク感はありますけど、確かにここの領域だけ速く感じる。大して速くはないと思うけど、とかがこうデジタルなんだね。バッテリー、水温、なんで外の温度とか出てんだ。あ、違うか、これ水温じゃねえのか、油温か。油温が出てるんだ。なるほど。ああ、そう言われてみればヤリスも油温あったな。 GR だからあるのか。
初期の動きは柔らかいんだけど、その後すぐなんかちょっとゴツゴツ感があるというか、まあゴツゴツ感ではないな、ちょっとだけ硬くなるね。初期の反応はちょっとダルにしてありますね。これでこの車自体が多分3秒台出してるんだと思うんだけど、これで3秒はちょっとなんかすげえ大変なような気がするんだけどな。相当運転手が頑張んないと。でもこれが320万ぐらいで買えるのかな確か。今シルビアをちょっとこういじって程度のいいのを買おうとすると、まあ300万するんですよね。どっちがいいかなっていうことを考えた時に、まあその、平成の車を、このいろんなアシストがない車を自分の腕で操ろうとするのか、多分この車はでもアシストっていうアシストはついてないのかな、これ多分これヒール2のアシストとかもついてないのかな、ちょっとわかんないけど、そういうことを考えると、でも当然今の車だからトラクションコントロールはついてると思うし、なんだろう、2500回転ぐらいからのトルクがでかいんだねこれね。あんまりここいらねえと思うんだけど、新車の香りで乗りたいか、中古車でもマニアックに乗りたいかっていう差ですよね。これにターボでも、ターボ付きでも出ればまた随分話は変わるんだろうと思うけど、やっぱり平成の名車ですからね、シルビアはね、世界に愛されてるシルビアなんで、86を買ったから言うわけじゃないんだけれどもね、やっぱ興味あるよねこの車ね、分回して走りたい。さすがにここは街中だから無理なんだけれども、いや早くサーキットを走って試してみたいかな。なかなかファーストインプレッションとすれば結構好感度です。エンジンいじれたら最高なんだけどな。コンピューターいじったら多分ね全然違うと思うんだよこれ。コンピューターで今の車ってなんだっけな、4000回転だっけかな、4000回転をなんか排気騒音の関係でそこだけすげえ抑えてるらしいんだよね。だから多分点火時期すごい遅くして加速しないようにしてると思うんだよね、わざとね。それは車側の問題ではなくて、その車検にクリアするための問題として、そういうことをしないと車検に通らないと、音量の関係でね。だからそこら辺のところをコンピューターでいじれたらもう抜群にレスポンス変わると思うんですよね。そういうことを考えたらやっぱりコンピューターがいじれないっていうのは本当に残念ですね。多分、まあ、11月か12月に来るんだと思うけど、そのぐらいにはいじれるようになっててくれたら最高なんだけどな、まあ、エキテックとか頑張ってもらいたいですということです。さあ、GR86 乗ってみました。ちょっとだけなんかこう可能性のある車だっていうことは分かったので、それで今こうショップ関係がこの車をいじろうとしてるのかなっていうところがなんとなく分かりました。まあさすがにその令和の車なので、平成の車みたいにね、シルビアみたいにカリカリにはできないかもしれないけれども、まあちょっと俺も遅ればせながら86をいじっていこうと思います。ということで86初体験でした。
place we found was to be.